2日土曜日、市市町大野木にある大井公民館でピザ作り教室が行われました。このピザ作り教室は大井公民館を拠点に活動している大井キッズクラブが自ら調理することで食の大切さを学び、地域の交流や連携を図ろうと毎年開催しているもので、地域の子どもたちとその保護者、ボランティアなどおよそ70名が参加しました。はじめに大井キッズクラブ会長の岡野秀夫さんが朝から地域の皆さんが準備をしてくれました。一緒にピザを作って楽しみながら食の大切さを知り、地域の人たちとの連携を深めてくださいと挨拶をし、その後班に分かれた参加者たちは作り方の説明を真剣な表情で聞いていました。この日のメニューはカレーピザとミートソースピザで、参加した子どもたちは初めは慣れない手つきでしたが、保護者の方たちに教えてもらいながら一生懸命生地をこねて伸ばし、さまざまな材料をきれいにトッピングしていました。トッピングが終わったピザは各班のリーダーが順番に公民館の外に運び、大井キッズクラブの会員や地域のボランティアの方たちが手作りのドラム缶で次々に焼き上げていきました。この日は小雪のちらつく寒い日でしたが、焼き上がったピザを受け取った参加者たちは、中はふんわりしているのに下はパリパリしてる、おいしいねなどと言いながら自分たちで作った焼きたてのピザを頬張っていました。ピザ作り教室が終わった後、参加した子どもたちは遊びの達人ゴリさんこと山野隆春さんの指導のもと、レクリエーションを楽しんでいました。